フラット5時からパチスロを打ちに行く番組が始まりました。コウジでございます。ここです。はい、なんかキャスターでも目指してるんですか？いやいやいや、なんかバカキャスターとなんかこうちょっとねテンション変えていこうかなと。あ、どうせこうね怒鳴ったところでタイトルコールバーンって言ったところでこうすぐ下がっちゃうじゃん。それはだってでもコウジさんのあれ心がけ次第調整でしょ。なんかずっとバーンっていけば。いやもうね体力ないです。もう年なんで、はい、確かに続かないです、ね、ハイテンションが。そういうコウジさん最近よく見ます。え、この後深夜実践なんだよねみたいな。辛いわみたいな。いやもうね深夜実践が続いたんでね本当にちょっとしんどかったですね。だってねこの今から見る V の後も深夜収録でしたもんね。辛いわみたいな。なんかホールの近くでご飯食べようよみたいな。そう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 、わざわざだから新宿まで帰ってもらってからご飯食べましたもんね。はい、まあじゃあ早速いきましょうか。はい、さあ、空の方もいい塩梅に暗くなってきましたんでフラット5始めますか。はい、時間言わないんだね。4時半でございます。あ、了解です。ちょい早いです。はい、それは何でかっていうと1本目を、はい、行きましょう。据え置きだったら5回スルーですよね。5回じゃな。絆いきますか。ではフラット5実践を始めたいと思います。なんかだいぶ前に絆禁止ねって言われたような記憶があるんだけど。そう、絆禁止ってもうね僕のコアなファンが言ってましたよ。なんで浩二さんに絆打たすなって。いやもう見飽きたって。あ、本当？仮に末置じゃあ俺が多分、うん、もう絆打ってるのはもういいんじゃないかなとか言い出したから、うん、そこに賛同してただけなんですけど。あ、そうなんだ。僕もそう思いますみたいな。私もそう思います。じゃあまた打っちゃったじゃん。でもあれでしょ、これこう6だったんでしょ。多分6だと思うんだけどね。6だ6だ言うんかよ先に。6だ6だってずっと小瀬さん言ったんで。いやだって多分ね2スルーが最高なんじゃないの。あ、熱い熱い。あ、チャンス名は巻物。熱いよ、 75% 兆候だと思うから。同色じゃねえな。同色同文字。あ、同文字。あ、多分当たってるでしょですね。あ、これ AT とか行っちゃったら熱いんだけどな。